獣に食われるとは、なんとも惨めな死に様だな。焦るな。もうすぐだ。もうすぐ。どちら様でしょう。お前の数少ない友人の一人だよ。ああ、アレクサンドラ。迎えでしたら、今行きますから、外でお待ちを。入るぞ。お前、また机で一晩明かしたな。まったく。今日がどういう日か分かっているのか？問題ありませんよ。身だしなみはこの通り整えてありますから。いや、そういう問題ではなくてな。では行くとしますか。我らが皇帝様のもとへ。しかし本当にこんなところまで上り詰めてしまうとはな。おや、平民での出世は意外でしたか？そういう話では。これもひとえにあなたの力添えのおかげですよ。柄にもないことを。宰相就任おめでとうございます。アウグスト閣下。ありがとうございます、ガスパル。そちらの潜入任務も順調そうで何よりです。あなたの真の忠誠がどこにあるにせよ。やだな。俺は帝国一筋ですよ、昔から。そういうことにしておきましょうか。今後とも期待していますよ。ああ、互いに励むとしましょうぜ。我らが帝国のために。ええ、我らが帝国のために。おや、ラプラスじゃないですか。何よ、面白くない反応ね。すみません、少し急いでいますので。あら、私も見させてもらうわよ、アウグストちゃんの晴れ姿。そんな大層なものではありませんけどね。何言ってるのよ。宰相になるんでしょ。もう帝国を手中にしたも同然じゃない。いえいえ、そんなわけないじゃないですか。間に合ったか、バスチオン。鍛錬をしていて忘れるところではあったが、自分も参列させてもらうぞ。お前が祭事に出席とは珍しいな。ああ、ラプラスが参加しろとうるさくてな。だってパーティーは大勢いた方が楽しいでしょ。それにしてもこれでまた一つ目的に近づいたわね。ラプラス、貴様何をしている。何って無粋なこと聞くのね。見てわかるでしょ、大人のお楽しみタイム。世間知らずな貴族のお嬢さんにはまだ早かったかしら。ふざけるな。まあまあ落ち着いてください。じゃ、また後でね。失礼する。三老将揃い踏みですか。帝国にとって重大な式典だからな。ラプラスはただの冷やかしでしょ。
なんだか億劫になってきました。主役のお前がそんなことでどうする。主役ですか。私には今日という日も単なる通過点に過ぎませんよ。そうか、それは心強いな。間もなくだ。心の準備はいいか。アウグスト・バレンシュタイン、ここに。貴殿が軍部にて、これまで我が帝国にもたらした栄光の数々、我の耳にもしかと届いておるぞ。もったいなきお言葉。その辣腕、次は我のそばで存分に振るってみせるがいい。はっ、アウグスト・バレンシュタイン、貴殿を我が国の宰相へと任命する。ありがたく拝命いたします。これより一層の忠誠と献身をもって陛下に仕えると誓いましょう。我らが帝国のために。我らが帝国のために。すみませんね、わざわざ研究所まで来ていただいて。別に構わない、任務のために必要なのだろう。何ですか。考え事の最中なので、用があるならフリーゼ所長に。所長の部屋なら通路の一番奥にありますから。ここはコンチネント級、連邦に対抗するための兵器や帝国の暮らしを良くする道具を開発している研究施設です。それにしても先日の式典は良いものだったな。私も誇らしく感じたよ。そうですか。しかしお前が最初か。もう気軽には話しかけられないですよね。やめてください、アレクサンドラ。これからも変わらずアウグストと甘く囁いてもらって結構ですから。何をバカなことを。ほら行くぞアウグスト。それで今回の任務はシルベイアとの国境付近に位置するベルヌトリデを援護するのだったな。そうですね。そこに詰めるクレー大佐の部隊が何やら問題を抱えているとか。はい。これは長老ラズイから抽出しているマナです。マナの流れはこの世界そのもの。
流れをつかんだ者こそが世界を制するのでしょう。フリーゼ所長って地味な人だよな。ま、前の所長の時より働きやすくなったからいいけど。そういえばフリーゼ所長の前任って2年前のあの一件以降姿を見せないんだろう。ああ、何でもあの騒動、この前最初に就任したアウグスト様も関わってるとか。一体何があったんだろうな。やっぱりリアクターは素晴らしいね。この装置にマナを蓄えることによって誰でも手軽に槍術を使えるようになったから、今の帝国は豊かな暮らしを送れるんだ。まさに革新的な技術だよな。こんな技量連邦にはないだろうよ。そういえば今日って宰相様が施設に来るんだよな。ああ、生きている間に拝めるとは思ってなかったよ。それにあの白老将アレクサンドラ様も来るとか。国老将のバスチアン様や赤老将のラプラス様もいいけど、三老将の中だったらダントツだよな。ああ、いつかお食事とかご一緒してもぐもぐしてるところを見てみた。バカ、身の程をわきまえろよ。でも夢は諦めたくないだろう。俺たちも大物になればさ。確かにな。じゃあ夢へ向かって仕事を頑張ろう。そしてその問題の解決にあたり、今から受け取りに行く試作兵器を投入したいのですが、これがまた極めて機密レベルの高い代物でしてね。この先には前所長のコレクションが残されています。そう、コレクションが。ちなみにその兵器の詳細は私にも明かせないのか。すみません、アレクサンドラ。いや、構わないさ。では少し待っていてください。そうか、機密事項だったな。はい、すみませんが、寂しくなったら行ってくださいね。早く行け。ご無沙汰しております、フリーゼ所長。宰相様もご健勝そうで何よりです。それで例のものは。はい、こちらに。この装置と薬品を使えば獣を意のままに動かせるのですね。恐ろしい技術です。感服しますよ。そのようなお言葉、痛み入ります。では装置一式お借り受けいたします。ああ、ちなみにこの操縦装置ですが。はい、事前のご指示通りにもう一つ用意してございます。しかしなぜまたこのような。フリーゼ所長、それは本当にあなたが知るべきことだと思いますか。いえ、何でもございません。ご不運を、宰相様。
この二つの装置があればあとはことを運ぶだけ。今から楽しみですね。さてアレクサンドラさんはと。お待たせしました。問題なかったか？はい、これで全て解消できそうです。そうか、ではベールヌ砦へ向かうとするか。そうですね、まずはラプラスと合流しましょう。彼女がパタラの手配をしてくれているので。奇獣パタラ、あれに乗るのか。